こんにちは、テント2025戦です。次紹介する新品のプラレールはこちらです。293のヤクモの新型車両のプラレールをお送りします。こちらは9月に発売して、 S8 番で9月に発売しました。そして廃番となったのが E2 系です。まあブラキッズもいますね。まあ273は実車はまだ見たことないけど、パッケージはこんな感じと、今回は新メーカーのワンスピードとなっております。で、外観はこんな感じとなっております。ざっと箱を紹介しました。さて、早速開封です。よいしょ、ワクワク。よし、2段3欲しかったんだよね。で、やっと買いました。早速開封。よいしょ。おっとっとっと。プラレッシャーカードはこんな感じとなっております。読みたい方は一時停止を押してください。まあ、今日はタマプラザのビッグカメラで買って、さらに来月発売する E657 黄色リバイバルカラーも予約しましたので、下旬頃アップ予定ですので、遊ぶ時のお願いもちゃんとついております。早速開封いたします。まず後尾車、このおおかっこいいね。293で後尾車はこんな感じ、ヤクモって書いてある。まあ3倍地のヤクモも出たけど、そしてさらにブラキッズも開封いたしました。ブラキッズはこんな感じとなっています。ヤクモの服を着たお兄さんがブラキッズ。まあとりあえずこちらに載せときましょう。先頭車に載せときます。で、先ほども言ったけど、後尾車はこんな感じとなっております。まあ、ヤクモの293は実車は、ま、見たことないけどねっていう感じ。381も見たことも乗ったこともないけどね。381、この293は振り子機能の特急となっています。で、循環車はこんな感じ。やっぱりかっこいいね。そして最後は先頭車はこんな感じとなっております。おお、かっこいいね。電池も入れて、ボディを元に戻しましょう。しゃ。おいおい。しゃ。動くかな。おし、動いた。オッケー、動作オッケー。今回走らせるのはもう8600とサンライズと一緒に走らせていこうと思っております。岡山駅風と走らせていきます。最後は走らせて終わりにしましょう。岡山駅風でどうなっております。おお、やっぱりさ、いかがでした？
たかな。今回の配信動画はずっと欲しかったこの薬物のニーナンさんがやっと手に入れることができてよかったと思っております。さらに E657 の緑リバイバルカラーもやってくる予定ですので、こちらは下旬頃動画をアップ予定となっております。ご視聴いただきましてありがとうございました。今回はこの薬物のニーナンさんをゲットしたという配信動画をお送りしました。3倍地形はの方はね、もう今入手困難となっております。最近6両編成の今月色も発売したばかりですかね。こちら9月に発売してやっと手に入れることができました。ご視聴できましてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価もぜひともよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。